どうもみやです。どうもみやです。はい、いろはちゃん、はい、イベントが来たので、転送寺いろは、はい、まあ、これを攻略していこうかなと思うんですけど、はい、まあ、やっていきたいと思います。はい、それでは行きましょう。ゴー、梅屋ゲームズ。はい、はい、というわけでこちらのレシピで、はい、やっていきたいと思います、うん。まあ、マスキング淑女のギミックを使うことで簡単にクリアできますよ、はい、ということなので、そうですね、まあ、マスキング淑女をないっていう方は、はい、まあ、例えばこちらノロノソフトクリームとか、うんうんうん、まあ、ここら辺使っても面白いのかなと、そうですね、思いますし、はい、まあ、淑女をなんとかね手に入れていただければよかったんですけど、はい、まあ、交換期間が終わってしまったので、そうなんですよ、はい、まあ、ちょっとこれでいきたいと思います。はい、一回いきましょう。はい、まあ、どういう感じの相手かっていうのが分かれば、うん、まあ、対策の手はいくらでもあると思いますので。そうですね相手リーダーが100しかダメージを受けないと。そうです。戦争寺いろはちゃんは100しか、いや、どんだけ攻撃力高くても、はい、相手リーダーに与える攻撃は100になってしまうと。なるほど。だから単純に30回攻撃を当てる必要があるということですね、うん、なるほどなるほど、はい、なのでこう100ずつダメージが入るこのマスキングだったり、はい、淑女と非常に相性がいいよ、そういうことでございますね、はい。で、あとはポイズンとか、はい、バーンとかの状態異常も、はい、食らわなくなってます。なるほど。一応かかるんですけどすぐ回復されちゃうんで。なるほど。全く意味がなさないと。はい、あれはどうですか。なんで回復はダメなんですよね。あ、で、そうです。回復すると逆に、はい、味方リーダーが500のダメージを受けてしまうと。なるほど。いうペナルティ付きでございますので。難しいですね。そうです、ちょっと難しくなってますね。ここはペロージいきましょう。はい、ペロージ。 OK、 いい感じで振り上げたね。うんうん、ペロ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 。まあ、このように100しかダメージを受けないと。はい、まあ、盤面作って淑女で追って一軒狙ってもいいですし、はい、まあ、あとはまあこのデッキが作れないよっていう方は、はい、JP とかですかね、ですね、回復できないんでプロテクターで、うん、時間をかけて戦うのも、はい、まあ、一つの手ですよっていう感じですよね。そうですね。 JP の、 レシピは最後にもう一回お見せしようかなと思います、うん、なるほど、はい、今こちらの戦いをね見ていきましょう。ほい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 、ちょっとメンバー多かったな。メンバー多かったけど、うん、まあ、でも別にメンバー処れる分にはいいんじゃないですか。まあ、そうですね、はい、ペロ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 そう、一応これ敵のファイター、はい、このまつりちゃんとかさっきのオヨンとかが、はいはいはい、登場すると一応敵リーダーに100与えながらスキル発動するみたいな形になってるんで、うん、なるほど、まあ、それもね、一応こちらの攻撃として踏まえつつ、そうですね、やっていこうかなと。まあ、これどん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 、うん、まあ、このデッキとしては相手のリーダー方面で、はい、まあ、アーツが相手優秀なわけではないので、うんうん、相手のリーダー方面で盤面を作っていくことで、はい、まあ、この淑女が来るターンにどこかしらで盤面を作っておけるよと。そうですね、盤面全部崩壊したけどこのオヨンが結構厄介で、こっちにメンバーがいると、まあ、だからまあ普通いるんですけど、はい、いると200与えるっていう。なるほど、はい、強いですよね。このオヨンを使いたいもん。アーツ優勝。イルハちゃんと高校生の時に、うん、イルハちゃんみたいな女の子と付き合いたい、うん、間違いない。わかる、間違いないわ。そこの趣味合うね。うん、これ退場させますか。あ、これただあれですよ、自分も退場します。自分もなんで使いどころちょっと難しい。これできますか。いっちゃっていいと思いますね。はいはい、まあ、これで1600ダメージ振り分け、いきましょう。はいはいはい、ここからさらに800ダメージ。強えな。これで勝ちですね。いいね、強いわ。はい、羨ましい淑女。ほら、穴だらけ。スカート綺麗でしょ今やってたね。怖いわこいつ。これで、うん、
完全削り切ったよと、まあ、やっぱりマスキング淑女っていうギミックが非常にね、うん、ですね、面白くもあり、さらにこのリーグでは、うん、このイベントでは役に立つよっていう、めちゃめちゃ高速周回に向いてる先生になってるんで、なるほど、はい、これ組める方はぜひぜひこちらをね参考にして組んでいただければと思います。はい、まあ、あとはこちらのレシピ、そうですね、ドン、まあ、こちらもね、はい、これは、ね、そうです、あの味方リーダーにプロテクターとにかくつけまくって、うん、あのオーバーバースト、なるほど、相手の攻撃に加えちゃおうみたいな編成になってるんで、なるほど、はい、こっちのマスキング淑女を組めない方はこのね JP も参考にしてみてくださいと。はい、ありがとうございます。はい、というわけでありがとうございます。今回のねイベントでいろはちゃんのご略をさせていただきました。はい、それではまた次回のところでお会いしましょう。お会いしましょう。またね、バイバイ。